ヤマハ SS クラス AD グループ予選 C と発注の戦い、隊列戻ってきました。シグナルは消えません。乱れていますね。ブラックアウト、スタートは切られていますが、ちょっと乱れていましたが、スタートは切られています。さあ、先頭を行きますのは坂井ゆっかぞーです。岩木に行きますが、和光君は3番手には永井ヨガと、4番手には山本裕樹、5番手に行きますのは、こちらは一体誰だろう、片岡春ですよね。5番手片岡春、東京に杉岡幸喜6番手、7番手には小田山と、そして8番手につけていますのが中島リオン、その後ろに島田明也9番手、10番手には山田和樹となっています。その後ろ3台差しています。オープニングラップ中央から立ち上がってくるところ、先頭いきます坂井龍太郎。オープニングラップそのまままとめて戻ってまいりました。2番手からコンマ2秒となっています。そして先ほどあと3台いますなっています。あなたの後が11番手、7番の後ろには中村優子、そして坂口が1つ続いています。第1集団はこの坂口まで13台だけが連なっています。さあ、この2周目では3番手台で終わります。6コーナー第1ヘアピンで入ってまいりましたのが山本優子です。前を行く中井大和を捉えました。3番手に浮上しています。そしてこの2周目6号では中島リオンが入ってきます。杉岡幸喜が一つポジションダウンという形になりまして、中島リオン、これで7番手に上がります。バックとは一応2番手の中村聖馬に着きましたけれども、その後の山本裕樹の方がタイムが上回り、バックとは山本です。43秒11秒46でマストップが入れ替わりました。3コーナー最後に坂井龍太郎を捉えてきましたが、2番手を走っていました松尾修馬です。松尾が先頭、後藤ですね。それまで松尾チューマーは CD グループでトップセッター、さらには BD グループでトップセッター、今回もトップだとすると3つまとめてトップという形になりますが、再びトップが入れ替わる坂井龍太郎が入ります。クロスを取りたいが、最終コーナー前なのは坂井龍太郎、これによりまして2番手と3番手の間の馬が埋まりました。山本裕樹が迫ってきますよ。さあ、坂井龍太郎が先頭なんですが、2番手に松尾チューマーが入ります。山本裕樹は3頭が2人まで進むので入りません。それから4位がブローチ、第1集団やはり13番手までが長いですけど、エレトを行きますと再び坂井龍太郎となっています。レースは序盤スタートをしてから3周目となっています。その中でパスを取っていますのは、一度観察した相手の時のタイムですけれども、山本裕樹43秒139となっているところです。最終コーナーからホームストレート第1集団の方ですが、立ち上がりのところで若干カーナンバー55番をつけます島田敦也が若干乱れてしまったところから、後ろからドドッと入ってくる様子が見られました。まずは山本選手の選手であります。のは中島リオン、ついていった小田山と、後ろにはみ出してしまいました山田和樹です。ここでは後ろから怒涛のように3台が入っていくような様子も見られました。まあ、3コーナーではここはトップの高いというのを持っていきます。立ち上がってきますけれども、2番手には中島、2番手には松尾修馬、3番手には山本由紀となりますが、6コーナー今度はトップ争い、インサイド立ち上がってきます。ハリートで入ってまいりましたけれども、クロスラインに坂井龍太郎です。ちょっとオーバーシードになってしまいました。松尾修馬先頭は坂井、そして2番手争いの方はここは変わらず、2番手松尾、3番手に山本、4番手に永井、ちょっと様子を見ています。6周終了、7周目、残り周回2周です。残り周回2周、さあ、どう思いますか。坂井龍太郎とそのまま行くのか、松尾修馬が近づくのか。さあ、インサイド入りました。ついていった山本裕樹のストレインです。さあ、その後ろから永井大和も入ってきた。坂井龍太郎は2つのストレインと4番手にトラップしています。で、センターは松尾修馬に変わりました。そして今度こそオーバーフィーク、大外から行った
先ほどは先行となりましたけれども、今回は4番手キープという形になった。先頭は松尾中馬、2番手山本、3番手永井大和、4番手坂井龍太郎、その後ろインサイド入りましたのは中島リオン、前を行く片岡春を揃えていきます。ポジション入れ替えまして5番手に出場、片岡春は1つドロップとなりました。残り周回1周のファイナルラップです。松尾中馬先頭です。さあこれで1クォーターでは坂井龍太郎が1つポジションを上げまして3番手に出場です。山本選手は2番手の位置、3から4へと向かっていきます。松尾中馬3本の予選を全て取ってくる形になるんでしょうか。6コーナーは引用しっかりがっちりと押さえていく。山本選手はここは動きませんけれども、諦めているわけではありません。結合3つ目をしっかりと決めてくる。先頭は松尾中馬、山本選手はアウトに振った。立ち上がり複合ではどうなるか。松尾中馬がそのままトップを維持します。山本勇気が2番手、そして3番手は坂井龍太郎となりました。中井大和、中島リオン、片岡春、小手大和、国岡幸喜、真田哲郎、山田和樹、高木空之助、島田敦也、中村優子。